はい、JRA のせいやです。ですね、今日はですね、神宮前駅にやってきております。今日向かおうと思ってるね、あのパワースポットはですね、七里の渡しっていうところですね。以前ちょっと、Google で、検索して見てたところですね。ちょっと行ってみたいなということで、で以前桑名行った時に、そうしたあの私の跡っていうのがあったんで、でそれにつながるものですね。そこから暑さの方から、今度逆に、桑名の方に、昔そこで渡ってたという、跡地ですね。そちらに今日向かってみたいなと思っております。ですね、駅から熱田神宮の前通ってでも行けたんですけど、自分逆方面から熱田神宮の、後ろを回ってですね、行きたいなと思ってます。熱田神宮の後ろの方がこの伏見通りっていうんですけど、その伏見通りをずっと向こう行くと、交差点があったらですね、ここに円福寺っていうお寺あります。でそれさらに先に行って、そこ多分そこら辺曲がってくんじゃないですかね。でここの道入ってくっぽいですね、どうやら。今歩いてたところですね、出てきましたね、看板が。一休み客の私の茶店にいて、香りのほのかに渡月園っていうのがのお茶って、これですね、この先ですね、合格院っていうのかな。途中33観音が出てきたんで手合わせていきます。お力添えよろしくお願いします。はい、ですね、おせこ浜公園っていうところにやってきました。このおせこ浜公園でこちらもう水辺見えてるんで、もうちょい行ったところで右手にあるそうですね。あ、もう見えてきましたね。これはなんだろう、エビゾーっていうのかなんだろう。あ、レンタルのかな。売ってんの？ボート。220万。もうそこですね。あ、来ました。ついに、七里の私。来ました。入り口が、これよくあれの時にあるよね、あの城跡とか行くとそういうところにもあるんですけど、あれですね、あそこに書いてあるやつですね。あ、宮の渡公園とも別名言うみたいですね。七里の渡船着き場跡、はい、来ました、船着き場跡。カラスが巣作りしています、ご注意くださいって書いてある。これですね、七里の私船着き場跡。江戸時代東海道の宿駅でもあった熱田は宮とも呼ばれ、桑名までの、あ、これですね、桑名。自分桑名行った時に桑名のを見てきたんですけど、までの回路、七里の私の船着き場としても栄えています。昭和58年に復元されて当時の名残を留めていると。宇田川広重による、東海道53次の中にも、宮の、船着き場風景が描かれており、当時の船の発着の様子を知ることができます。これが宇田川広重の書いたやつですね。はい、ということで、これですね、中は鍵がかかっておりますが、これは誰かな。ここにも何か書いてあるな。時の鐘って書いてあるのかな。昭和20年の戦火で、鐘楼は焼失したが鐘は損傷受けずに今も増幅寺に残っていると書かれてますね。まずはざっとこの周りを、こんな感じで
松の木があったりします。あそこなんか自販機あるんだな。なんかおじさんとかが、地域住民なんかおじさんたちがいるけど、あ、自転車が、誰かの自転車止めたらな、ちょっと景観を壊すような感じになってる。厚田港、常夜灯、これですね。はい、この地は宮、厚田の豪雨土の、浜から桑名までの海上七里の航路の船着き場跡である。常夜灯は、これ寛永ですかね、寛永2年、1625年、藩の家老である犬山城主成瀬正房ですかね、正虎が、父の正成の異名を受けて、菅浦大志堂というのかな、聖徳寺の隣に隣地に、建立したと。その後風害で破損したために、承応3年1654年に現位置に移り、これ豪土町ですね、豪土町の宝書院に、管理が委ねられたと。で、寛政3年1791年、付近の民家からの出荷、付近の民家から出荷して焼失したと。で、同年成瀬正憲かなによって再建されたが、その後荒廃していたものを昭和30年復元したということで、今は復元になりますけども、はい、という形で、まあ船着き場だったということで、まあこういう感じですよね。そこ、花火禁止ともなってますけど、誰かのチャリがな、邪魔だな。そこなんかツルツル滑りそうな気がしますね。じゃあそちらちょっと移動してみてみましょう。なんか喋ってますけど、あそこは入れないようになってるのかな。本当の船がそこから出ることはできるんだろうけど、ボートが、先ほどのボートがそうなのか、止めた後ボートがそうなのかわかんないけど、むやみにカモメ鳩に餌は与えないでください。暑さ土木事務所と書いてある。周囲の迷惑になると。カモとか結構いいそうですけどね。この先は海ですかね。はい、まあ、あれ鳩ですか、あれカモだな、多分色が違うもんな。カモとカモっぽいもんな。まあこんな感じになっております。あ、気づいたんですけど、ここにも書いてありましたね。あ、宮の軸とシーボルト、ここ宮厚田の宿、宿、ゴードの浜から桑名宿まで、東海道では唯一の海上七里の回路で、東西の人々の行き交いが盛んであったと。で、名古屋の本草学者水谷法文というんですかね、その門下生伊藤圭介、大河内存心らは、ドイツ人医師シーボルドって有名ですよね。で、文政9年1826年2月オランダ使節に、随行して江戸へ、散布する際と、4月長崎への帰路、宮の宿で、会見し教えを受けたと。で、彼らは名古屋の医学、植物学の研究に多大な貢献をしたと、書かれております。松尾芭蕉と七里の私、松尾芭蕉1644年94年は、日本を代表する俳人で、野ざらし紀行、奥の細道有名ですね。うちの実家にもありますけども、古池やカエル飛び込む水の音などの句が有名ですと。で、旅の初期に熱田にたびたび訪れ、林童謡というのかな、現熱田神宮南門付近の、計らいで、名古屋鳴海の門徒たちと、交流、七里の私から船遊びで、相打ち型愛知の語源
なんですかね、を楽しみ、熱田三河川を残しましたと。この海に、わらんじ捨てん、かさしぐれ、妙案実績、海暮れて、かも、かもか、かもの、ほのかにしろし、妙案実績、557、なんと話に、なしに、何やら、ゆかしすみれ草、宮中学校。この船遊びで557の歌などを開拓し、生涯作風が十二度変化する芭蕉の時代となるきっかけが生まれました。後に名古屋が、蕉風発祥の地と言われるゆえんですと。また熱田神宮が愛妻宮っていうんですかね、と読んだのにちなみ、芭蕉は名古屋を京都から見て、愛佐っていうのかな、愛佐として書状などにたびたび使っています。これ大体寄贈がライオンズクラブなんですよね、こういうのね。他の駅なら、他の駅なら全然いいけど、小座船っていうのがあるのか。あそこにやるかな。これ見ると、ナイトクルーズっていうのがあるみたいですね、どうやら。5000円くらいかな。ですね、ここにも、先ほどのとは違ったものがありますね。尾張名所図会っていうやつですかね。首里、首里の渡し、船着き場、船 船着っていうのかな。首里渡船着かな。はい。この絵は七里の私を描いたもので、道沿いに並ぶ旅籠屋ですかね、などの家々や、岸につながれた船、道を、行き交う人の多さから当時のにぎわいが分かります。で、この渡し場は城下町名古屋の玄関口としても人と物資の輸送の面で重要な役割を果たし、そのため尾張藩は、東西、東、西、浜御殿の他、浜鳥居っていうんですかね、の西に、船番所っていうのかな、船番所、船会所などの役所を設け、船の出入りや旅人の姓名などを記録していましたと。旅人の 名前とか記録してたっていうことですね。これですね。ですね、この向かいにですね、あれ、かご屋なんかだったところですかね。片看板ありますね。七里の私からですね、こちらの向かい側にですね、熱田荘っていうのがあるんですよ。木造2階建て、切妻造りっていうんですかね。三瓦葺き平入り、正面庇付きで、この建物は明治29年、1896年、武藤健次郎が建てたってのかな。魚藩っていうんですかね。という料亭であったと。で、太平洋戦争中は三菱重工業の社員寮として、現在は高齢者福祉施設として利用されていると。あ、今使われてるんですね。で、建造時期は新しいが、近世の町家の形式を継承しており、旧船着き場に面して、立ち、先に指定された、庭家っていうのかな、伊勢久志っていうのかな、とともに、宮の宿の景観を忍ばせる数少ない、遺構の一つで、市の有形文化財に指定されているというふうに書かれております。熱田荘ですね。熱田荘、今はこの高齢者施設になってるっていうことですね。ですね、恒例のパワースポット巡りの、パワースポットのゴミ拾いをやろうかなということで、ちょっと柵越えます。はい、プラスチック回収します。で、そこにある
やつちょっと回収しようだなと。ここにあるゴミ気になったんで回収します。これも回収します。どうしようかなと思ったけど手届くやつだけ回収します。手届くやつだけ。ほら水が入ってるんだね。これも入った。まあ、今日はこのぐらいにしておきましょう。今日はこのぐらいにしておきます。でですね、こちらの方にもあるんですが、これ名古屋港が管理してるみたいですね。はい。施設管理者名古屋港管理組合っていう風になってます。まあ、ここで多分船を出せるのか、あの船はがそうなのかは分かりませんけど、このボートレンタルなんですね。私